せーの、温泉は、はい、林ココです。白川瑞奈です。せーの、温泉女子高生です。イエイ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 、はい、というわけで今回はですね、前回ですね、まあ、あの私の卒業式をやっていただきまして、それをね、ありがとうございます、ありがとうございます。それを受けて、まあ、おなじみの和春きな先生からイラストいただいておりますので、早速見ていきたいと思います。はい、じゃあいきますよ。せーの、ドン。お、なんか、え、こんなエモい絵になる。あれね。すごいね、なんか感動、映画のワンシーンかのようになっておりますけれども、ちょっとなんか父と子みたいな感じになっておりますね。いいですね、かわいい、さすがだわ。あの映像からこうなったのすごい驚きですね。ありがとうございます。かわいい、かっこ。あんな、なかなかね、まあ、小山さんすごい盛り上げてくださいましてね、麻雀もね、一緒にやったんですよね。ね、もう結局最後まで分かんなかったの。難しかったし、あの後アプリ入れたりとかしてみたんだけど、マジで分かんないんだけど。覚えられない。なんかいろいろこの決まった、なんて言うんだろう、あれがあるじゃないですか、並びが。全然覚えられないですね。でもよう勉強だなって思って。なんかアプリと実際やるのって違う。違う、なんかアプリだったらさ、なんかピン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 とかやってやればいいけど、ちょっとそれがね、難しいなって思ってます。まあ勉強ですね。いや、よかったね。でもなかなかさ、麻雀って触れる機会ないからさ、ありがたかったですね。桜が舞ってて。ぜひ皆さんもこれじっくり見てください。止めたりしてね、ペットやったりしてみてください。はい、というわけで木田先生ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではね、次はね、ちょっと番組宛てに皆さんからお便りいただいておりますので、読んでいきたいと思います。こちらもね、結構前回かな、2月の放送かな、うん、違う、3月、え、わかんない全然2月の放送ですね、の時の感想がたくさんいただいておりますので、読んでいきたいと思います。まずこちらの方です。温泉ネームサブウェイさんです。ありがとうございます。ココちゃん、水菜ちゃん、せーの、温泉は、はい、前回の配信で皆さんの青春アニメを教えてくださいと言っていたので、メールを送らせていただきます。ありがとうございます。私の青春アニメは響けユーフォニアムと軽音です。きた、ド世代ですねこれ。響けユーフォニアムは私が中学時代吹奏楽部だったんですが、おお、ちょうど現役だった時に放送されていて、涙腺ゆるゆるで見ていました。楽器に詳しくなくても見れます。京アニです、ぜひ。わら、特にココちゃんは吹奏楽部だったと思うので余計に共感できると思います。うん、軽音は映画が特に大好きで、何回も見すぎてセリフや行動を覚えてしまい、ついつい日常生活で関連するワードが出ると興奮します。おお、こちらも京アニです。長くなってしまいましたが、お二人ともお体に気をつけて、それではとのことです。ありがとうございます。いや、これね、私めっちゃ世代ですね。UFO 大好きなの私。UFO は、これそう、前回の放送で全然出なかったんだけど、UFO 私小説から入ってて、その原作の小説があるんですけど、その小説で読んで水部入ろうって決めたから、もともと金刊バンドやってたんだけど、そのね、きっかけになった、そうきっかけになった作品だから。だしさ、 UFO はね、ちょうどアニメが放送してた時に、私も中学1年生とかで初めてのコンクール、夏の大会だったんですよ。で、UFO 実際にその吹奏楽の曲を使ってくれるから、マジで楽曲と楽器がね、素晴らしいんで、本当にね、なんかあの中学生っていうか高校生、学生の吹奏楽が吹いてるっていうのをめちゃめちゃ再現してて、すごいなって思うんですけど、そうそうなので、楽曲がその実際にコンクールで、当時のコンクールで使われてる楽曲だったから、課題曲がね、うちの学校が演奏したのと全く一緒だったんですよ。課題曲ってこういくつか、5番、4番と、4番までだったかな、その時4番まであるんですけど、そのそう、プロヴァンスの風っていう曲で、実際に私もやってて、出てて白本とかやってたんで、木琴ね、木琴やってたんで、
その UFO アニメを見るたびにその自分の、コンクールへの課題を思い出してポッってなってたプロマンスはってなっててなっていうのを思い出しました。でも UFO はね確かに楽器ができなくてもすごい何だろう青春を感じられるアニメだなって思いますね。あと軽音はまあこれはみんなもうね世代だよね。私もお兄ちゃんとかお父さんと一緒に見てたなって。いや嬉しいね、同じ世代の方がいるとね。ありがとうございます。じゃあ次のお便りいきましょうか。はい、はい、ペンネームセトピアさんです。ありがとうございます。ココちゃん、みずなちゃん、温泉は、先日みずなちゃんが参加する、セレクションプロジェクトが公開されましたね。このセレプロには以前温泉女子高生としてゲストに招いたり逆にゲストに行ったりした女子高生最高の花井美春さんも参加されているとのことですが、何かお話されたりしましたか？よければお話を聞かせくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。チェックしてください。ありがとうございます。そう、花井さんね、私もね見てこれを公開されたのを、花井さんいらっしゃるって思ったんだよ。そう、決まって、うん、メールで最初、うん、通知いただいたんだけど、うん、花井さんだって思ってツイッターで DM しちゃったあ、そうなんだ。そう、メールで知るっていうのあるあるだよ、ね、決まってから知るのあるあるだよ。なんかお話とかされたりしましたか？あった？その後ついこの前、はい、ココちゃんも出てたと思うんだけど、はい、アニメジャパンで、アニメジャパンね、2日間ありましたね、うん、お会いして、うん、その時になんか楽屋ですれ違うたびにちょんちょんなんか気にしてくれてるのかなって。いい、そうなんだ。すごい可愛らしい方です。いいですね。こっからまた作品で、ね、こう一緒になったら仲良くなる機会も増えると思うので、もうぜひぜひガツガツに絡んでくださいよ。そう、アニメジャパンね、ありましたね、3月の末にね、終わりまして。なんか全然あれだったね。でも本当アニメジャパンって結構時間が入り組んでたりするじゃない。あとステージの場所もそう、結構ね遠かったりとかするからなかなかあれだったけどね、なんか本当は近い場所にいたっていう、聞こえたもん。そう、聞こえたよって連絡くれて。そうなの、私2日とも出てたんですけど、その2日目の方がライブだったんですよね。そう、プリちゃんのステージで、と思ってなんだと恥ずかしいなと思ってさ、元気出た、ね、せっかくだったら、ね、会えたらよかったんですけど、まあ、ね、ちょっとね、私は水野ちゃんのステージを見損ねたので見たかったなとか思いつつ、まあアニメジャパン見てくだ、そうだ、今回来てないでもね、みんな配信見てくださった方もありがとうございました。はい、あ、もう一つ、はい、ココさん、水野さん、温泉は新学期を迎え、今年も無事に女子高生を続けるお二人に、うん、私がやってほしいことは新しいヘアアレンジに挑戦です。 お二人ご自身がやってみたいアレンジや相方にしてほしいアレンジをお互いに提案するなんてことに挑戦していただけると嬉しいです。ではお二人の春らしいヘアアレンジが拝見できることを勝手に期待しています。だそうです。ありがとうございます。ラジオネーム冬木さんから。はい、ありがとうございます。冬木さん、いいですね、アレンジ、ヘアアレンジとかね。髪二人とも長いもんね。そうだね、今長いからいかようにもいじれますね。やった。なんか私本当にヘアアレンジがあんま得意じゃなくって、で最近でも学校がないのでポニテをすることが減って、うん、結構おろしで雑に巻いて終わりみたいなことが多くてでもなんかさ、結構インスタグラムとかさ、やっぱ友達とかね、なんかこうやってるのとか見るとすごいこうリボン編み込んだりとかさしてさ、推しのライブに参戦することがいるじゃないですか。あれどうやってやってんだろうって思って、すごない？こうね、ここにリボンみたいに、そう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 、みたいな、その推しの担当カラーのなんかこうリボンを髪に直接編み込んでみたいな、どういうことなんだろうと思ってあれね、すごい気になるけど自分だと絶対できなさそうだから、なんか誰かにやってほしいなってすごい思ってます。水野ちゃんはなんかヘアアレンジとか得意ですか？全然できなくて、うん、今日もここ編んでる。あ、そうだね、編んでる。お母さんにやって
そうなんだ、いいね。ないいな、そのママにやってもらうみたいな。ママに髪やってもらったのとか、いつだろう、中学の最初ぐらいで終わってるかもしんない。あとは妹の方が器用だから、たまに妹がやってくる。あ、妹ちゃんもいいね。私お兄ちゃん2人なんですよ。そうだよね。そうって感じなんで、ヘアアレンジいいですね。なんかその学んでいくみたいのはいいですね、うん、確かにこれにで覚えるというか。わ、やってみたい。なんかあります、やってみたい髪型。なんだろう、なんか巻くのがそもそもできないから。あ、うんうん、あのなんていうんだっけ、ヘアアイロン、うん、もうちゃんと使えるようになる。あ、ほんと。ヘアアイロンだったら多少はできるよ。多少はね、多少は巻くのは任せて。まあそれぞれやってみたい髪型とかはあるっていうことで、うん、なんかこういう企画もね、ぜひやっていきたいなって、いつかねやりたいなって思ってます。ありがとうございます。はい、というわけでね、他にもたくさんメールいただいてたんですが、今回は、以上になります。なんかさっきさ、アニメの中でね、その軽音が好きだって子がいたと思うんだけど、他にもなんか軽音ってあげてたくれた子がたくさんいて、そう、みんな軽音世代だったっていう、すごいなっていう。やっぱ一世を風靡するアニメは違いますね。素晴らしいですよ。というね、あのお話でした。みんなそんなたくさん手紙ありがとうってことです。ありがとうございます。はい、というわけでね、このチャンネルでは、さっきちょっとヘアアレンジの動画見たいっていうお話してくださった方もいたんですけど、こんな感じで皆さんから私たちにやってほしいこともね、募集しておりますので、画面の下の概要欄チェックしてぜひ送ってみてください。よろしくお願いします。高評価とコメントもお待ちしております。待ってます。というわけで以上、せーの、温泉女子高生でした。バイバーイ。おまけ。なかなか私がお兄ちゃんの前髪を切るとかはやったことあるんですけど、なかなか、いや、びっくりですよね。なんか私急にさ、お兄ちゃんがさ、こうハサミ持ってきてさ、なんかごめん、ちょっと美容院行く時間ないからさ、前髪切ってって言ってさ、みたいな。でも私そやばと思って、私は自分の前髪はさ、こう自分で切ってるんですけど、ちょっと今ちょっと巻きが取れてたあれなんですけど、バツンって切るだけだから全然できるんだけどお兄ちゃんそんな髪型じゃないのね。なんか結構あのおしゃれな髪型にするタイプのお兄ちゃんで、その当時はあのパーマをかけてて、でパーマが伸びてきちゃってて、あの菅田将暉みたいな感じになってたの。そう、なんかわかる、なんかあの一時期の須田さんみたいな、こう長みたいな感じになってて、本当になんか犬みたいな、コッカースパニエルみたいな感じになってたのね。でそれでその状態でこう前髪長いまま前髪切って出てきてどこまで切るんだよみたいになったなって。難しいね、それ。難しかったけど、もう一思いにこう言ってやったパツンパツンってやったけど、でもなんか、あ、いい、これ大丈夫って言ってたから、あ、いいんだと思って